あります。あ、はい、そういう大逆転が起こるか。北京市富士山。嗨，大家好，我是咪咪，我是一个在上海生活的日本人，最近暂时回到了日本，当然这并不是离家出走哦。感兴趣的观众朋友们，请观看我最近上传的日本旅游视频吧。だから、あっちゃんとある古民家に行きます。やってんだってか。そう、ね。在日前的视频中，我说到了很多关于阿酱的评论和订阅，所以我今天我就带大家问一下吧。罗拉酱的爸爸妈妈也从法国来到日本了。对了，这个房子不是阿酱购买的房子，而是他从 IBIN 这个平台上找到的私人民宿哦。里面很暖和，很暖和，很暖和。啊，ストーブあって。え、屋根裏部屋？ええ。あ、上登っちゃっていいの？いい。はい、ごめん、シャンチューバ。はーい。お、なんかこう変のシェイが。おおおお。わあ、好厉害。ちなみにここは築何年なんですか？120年的历史的，非常的阳台，哇，这边是，对，如果下午来的话，可以看到富士山。啊，我们再来这里，すごいね。哎，なんかあそこで船こいでる人いる。ね、正直的话应该很少，但是其实从这里看的富士山很大。ちょっとね、あっちゃんへの質問コーナー来てるので、富士山をバックに、はい、灯台に関しての質問がすごく来てます、はい、第1問目、はい、ドラゴン桜見たことありますか？あります。あ、その中に出てくる勉強方法が有効かどうか教えてください。一つ目、蛍光ペンを使った学習法はどう思いますか？蛍光ペン使って勉強してましたか？使ってなかったです。あ、やっぱそうなんだ、はい、みんな言うよ、東大に行ってる人は蛍光ペンなんか使うべきじゃないって。ない。それはどうしてですか？なんでだろうね。なんかドラゴン桜は蛍光ペンを引いたタイミングで満足しちゃって頭に入らないみたいなことを言ってたのかな。そう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 、そう、教科書に書いてあるのは全部重要だから、うん、そこから選択して重要なとこを書き出すっていう作業をする必要じゃないみたいなことをドラゴン桜で言ったような気がする。それはやっぱ賛成ですか？どうなんだ、結構反復が重要かなって気がしてるので。じゃあ東大を目指すためにはどういう参考書をやるのがいい？東大の過去問を極めるのがやっぱいいんですか？いや、東大の過去問からいきなり始めちゃうと多分何も分からないのが終わっちゃうと思うから、本当に基礎からやってで、ちょっと難しめのをやってっていう感じなのかなとは思う。はい、じゃあ過去問を25年分やるっていうのは有効だと思いますか？どう思いますか？多分有効なんだけど、過去問はいっぱいやった？過去問はやった。相当やった？相当はあんまりやってない。3年とか、まあ3年分ぐらいじゃない？で、最後に質問、結構これ大きいんだけど、はいはい、東大行くのに大逆転はあると思いますか？例えばあのドラゴンザック、このドラマって何にも全然勉強できなかった子が1年、はい、たった1年勉強しただけで東大に行けるっていう、そういうドラマなんだけど、はい、そういう大逆転って起きると思う？多分ないんじゃないかなと、私あれはファンタジーじゃないかなと思う。やっぱり東大の人がみんなそういうの。そう、あれはありえないって。結構進学校で、うん、本当に学校の授業がそれなりにレベルが高くて、で、高校3年生で試験対策をして、高校3年生で1年間勉強して、東大に入った人もいるんだけども、この高校で本当に最後から追い上げで1年っていうので、東大に行くっていうのは、それはかなり難しいんじゃないかなと私は。
ちょっと思っているのが、うん、あの誰でも試験は受けることができるから本当に国によってはもう高校、うん、中学高校で本当に学校の中で優等生であり続けないと一流の大学に入れないっていうようなあのシステムもあるので、日本に関しては受けることは誰でもできるから、そこはフェアなんじゃないかという意見はある。ある程度まあそこら辺で、ありがとうございます。という感じです。そうです。バイバイ。ありがとう。バイバイ。ここ一定要请劳工吃的。どうしても食べていただきたいもの。ここに来たのでちょっと。さんのニューロピエ必修中だ。絶対ここに来たらね食べてほしいものがあるので、はい、ここでご飯したいと思います。はい、入ります。クロビ美味しいですよ。シューマイとかも葉山のコロッケパン美味しいよ。どうぞ。富士山北京市富士山富士山だ。美味しいよ美味しいよ。おお美味しい美味しい。おいいっしょいいっしょ。あっちで在那边婚礼だ。十番フンリーだ。で、おめでとうってみんな言ってる。うん。いえ、十番。はい、というわけで本日は皆さんからいただいた質問を回答させていただきました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。